旅行の達人。旅行の達人の大です。今日は初めての金沢で訪問すべき観光スポット9選をご紹介します。北陸新幹線が開通されて以来、金沢がじわじわと注目を浴び始めていますよね。金沢にはおすすめの観光スポットがたくさんありますよ。旅行の達人。一つ目にご紹介するのは兼六園。百万石前田家の庭園として作られた兼六園、国の特別名勝にも指定されています。最大の特徴としては、桜や柿つばた、もみじ、雪吊りと四季折々の美しさが楽しめるところです。ぜひともそれぞれの季節に足を運んでみてください。2つ目にご紹介するのは東茶屋町。夜になるとどこからか三味線や太鼓の音が聞こえてきます。歩いているだけでまるで江戸時代にタイムスリップしたかのような気分にしてくれ、ついふらっと小さな酒場やおでん屋に入りたくなってしまいます。国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されており、金沢では町並みの文化財として保存策が進められています。3つ目にご紹介するのは武家屋敷跡。かつての藩士が実際に住んでいた場所がこちら。跡という名はついていますが、今でも人が生活を送っています。石畳の故事を少し散策するだけでも当時の武家屋敷の雰囲気を感じることができるかもしれません。4つ目にご紹介するのは金沢21世紀美術館。町に開かれた公園のような美術館というコンセプトのもとに作られた美術館となっています。目を引くユニークな展示がたくさんあり、その中でも特に人気なのがレアンドロ・エルリッヒのスイミングプール。上から見るとまるでプールに入っているかのような光景が広がり、とても面白い錯覚です。金沢でも少し異色な観光地で非日常感を味わえる人気スポットです。5つ目にご紹介するのが妙立寺。金沢石川といったら忍者というイメージないですか？そんな皆さんにぜひとも知ってもらいたいお寺が妙立寺、またの名を忍者寺と言います。ここでは我々にとっては空想上の生き物に近い忍者が一体どんなものを仕掛けていたのか実際に見ることができます。忍者の気持ちが少しわかるかもしれませんね。6つ目にご紹介するのは近江町市場。金沢でもひときわにぎわっているのがこの場所。金沢民から旅行者まで常に多くの人でにぎわっています。生鮮食品だけでなくコロッケなどの食べ歩きグルメも充実しています。金沢で美味しい海の幸、山の幸を食べたかったらぜひとも行ってみてください。7つ目にご紹介するのが鈴木大雪館。2011年に金沢市の中心街に近い場所でオープンしたとても近代的なミュージアム。その斬新な建物に思わず目を奪われることでしょう。3つの塔と3つの庭で構成されていて、石垣や水景などでできた金沢らしい景観を楽しむことができます。金沢の地で新しい文化に触れてみませんか？8つ目にご紹介するのは金沢城。江戸時代のまま現存する石川門や三十軒長屋などは国の重要文化財に指定されていて、金沢の歴史に触れてみたいのならばおすすめの観光スポットです。江戸時代には加賀藩主前田氏の居城だった城跡は国の史跡に指定されています。最後にご紹介するのは金沢駅。世界で最も美しい駅に選ばれるほどの美しさを誇っているのが金沢駅。インパクトの大きい巨大な門は鼓門という名前で、伝統芸能である加賀宝鐘に使われる鼓をモチーフにしています。古来から伝わる伝統を今でも大切にしている金沢の心が感じられますね。いかがでしたか？金沢には多くの魅力的な観光地が揃っています。新幹線が開通しアクセスも良くなったので、これを機に金沢に足を運んでみませんか？最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。